ビット演算、ビット演算、ビット演算、ビットワイズオペレーション、直訳すると、ビットごと操作とは、固定帳のワードなどといった、ビットの塊、コンピュータの数値表現なども参照に対して、各のビット全てに対する論理演算を一辺に行う演算操作である。実装の観点からは、現在一般的な日地法、デジタル式の電子式コンピュータでは、加減算では、 ビットあたり数個程度のロンディゲートに加え、多少複雑なキャリー電波の処理が、常助算では多段にわたる処理が必要であるのに対し、ビット演算は1個か高々2個のロンディゲートで行えるため、多くの場合、最短サイクルしか必要としない。そのことから、高性能なプログラムを実現するための機械語コーディングでは、ビット演算の使いこなしは重要なテクニックである。 ビットマスクを利用したフラグ管理などに用いられるほか、バイタップアルゴリズムなど、各種のビット並列アルゴリズムの実装にも使われる。ビット並列アルゴリズムは、特に、ネオン、ARM あるいはスアベックス、X86 などの進路拡張命令をサポートする CPU や GPU といった、容易に入手可能なハードウェアにおける、高効率プログラミングの鍵である。 ビットワイズオペレーター、ビット単位 not あるいは補数とは論理否定を各ビットに対して行う単行演算。例は1になり、1は0になる。C 言語や C では not 演算子はコディチェ1、チルダである。この例では X に notY の結果を格納する。これは C 及び C の論理、否定演算子コディチェにエクスクラメーションマークとは異なる。 こちらは与えられた数値全体を一つのブーリアンとして扱う。この例では、X に Y がフォルスであれば、トゥルーを表すブーリアン値を格納し、Y がトゥルーであれば、フォルスを格納する。C や C では、数値は0でないときトゥルーを示すとされる。論理、規定はビットレベルの演算ではないので、一般的にはビット演算とは考えられない。 ビット単位ノットは日数値の1の歩数を作るのに使える。そして2の歩数を作るときの途中の段階にも使われる。ビット単位 OR は2つの同じ長さのビットパターンを入力とし、同じ位置のビットごとに論理的 OR を行って同じ長さのビットパターンを出力する操作である。各ビット位置で入力の2つのビットのどちらかでも1であれば、出力ビットは1となる。 C、C では、ビット単位 OR 演算子は、コディチェ3、縦棒で表される。この例では、YOR、Z の結果を、X に格納する。これは、C、C の論理、は演算子コディチェ4、2つの縦棒とは異なる。こちらは、引数を論理値として取り扱い、結果を、トゥルーか、フォルスとする。ビット単位 OR は、ビット列が、 フラグ列として扱われるときによく使われる。つまり、各ビットが個別にブーリアンチを表している場合である。あるニッチ数値と一つ以上の位置を含むビット列と、ビット単位 OR を行うと、後者のビット列で1となっている位置が結果として出てくる、ビット列でも1となる。このビット列は4つのフラグを表しているものとみなす。1番目、2番目、4番目は2。 セットされていて、3番目が2、セットされている。1番目のフラグをセットするには、このビット列に、ビット単位 OR を行えばよい。その時のもう一方のビット列は1番目のビットだけを、1にセットしておく。このテクニックはメモリが少ない環境でプログラムを書く、人がよく使う。一つのビットパターンで、各種ステータスを一度に表現するのである。また、 MIPS アーキテクチャでは命令セットを縮小するためにこれを使っている。MIPS ではレジスタ間ロード命令がない。その代わりにゼロレジスタという常に内容がゼロで何かを書き込んでも値が変わらないレジスタがある。そこでレジスタ間ロードはビット単用 r 命令を使ってゼロレジスタとあるレジスタのビット単用 r の結果を別のレジスタに格納することで実現される。 ビット単位 X、R、は2つの同じ長さのビットパターンを入力とし、同じ位置のビットごとに論理的 X はを行って同じ長さのビットパターンを出力する操作である。各ビット位置で入力する2つのビットが違う値であれば、出力ビットは1となる。C、C ではビット単位 X は演算子はコディチェ語サーカムフレックスで表される。この例では Y、 XZ の結果を X に格納する。アセンブリ言語プログラマは、レジスタの内容をゼロにしたいときに、XA 操作を行う。多くのアーキテクチャでは、ゼロという値をロードして、レジスタに格納するよりも XA を行う方が、CPU クロスサイクルを消費せず、また命令帳も短いためメモリを節約できる。同じ値を、 ビット単位 x r の2つの入力として使うと出力は常にゼロになる。つまり同じレジスタを指定した x r 命令を実行して同じレジスタに戻すことでその内容をゼロにすることができる。もちろん MIPS アーキテクチャの場合は入力としてゼロレジスタを使えば OR でも x r でも AND でも a d で,でも結果をゼロにすることができる。ビット単位 x r は フラグの値を変更するる。にも使われるこのビットパターンで1番目のビットと3番目のビットを同時に変更したい場合、もう一つのビットパターンでその変えたい位置に位置を置いておく。このテクニックはビットパターンをブーリアン変数の並びとして扱うときに使われるだろう。ビット単位は2つの同じ長さのビットパターンを入力とし、同じ位置のビットごとに 論理的を行って同じ長さのビットパターンを出力する操作である。各ビット1で入力する2つのビットがどちらも1であれば出力ビットは1となる。C、C ではビット単位演算子はコディチェ6アンパサンドで表される。この例では Y&Z の結果を X に格納する。これは C、C の論理。 セキエンザ算子コディチェ7、二つのアンパサンドとは異なる。こちらは引数をブーリアンチとして取り扱い、結果をトゥルーかフォルスとする。ビット単位はビットマスク操作として使われることもある。これはビット列の一部を取り出すのに使われたり、ある特定のビットが1か0かを調べるのにも使われる。この例で2番目のビットが1かどうかを調べるには、 ビット単位に対して、その調べたいビット1だけを1にしたビットパターンを入力する。この結果は0なので、2番目のビットは0であったことがわかる。このようなビット単位の使い方はビットマスクと呼ばれる。この時、関心のないビット1は0にする。シフト、シフト演算は、時にビット演算の一種とみなされる。というのは、それが、 ビット列に対する操作だからである。それとは逆にシフトは数値全体に対するものでビットごとに操作するものはないという考え方もある。この操作では各桁を右か左に移動、右シフトまたは左シフトさせる。コンピュータのプロセッサ内のレジスタは固定のビット帳を持っていて数値を格納する。これに対するシフトはいくつかのビットがレジスタからはみ出すことを意味する。 シフトにいろいろな種類があるのは、外から入ってくるビットと、はみ出すビットをどう扱うかが違うためである。三述シフトでは、右シフトにおいて、最上位ビット2の補数表現であれば符号ビットは保存される。左シフトでは、クビット1には0が入る。このシフトでは、溢れたビットは単に消える。プロセッサの実装によってはフラグに入るものもある。 下記の例は4ビットレジスタの場合である。前者の例は、左端の例は、溢れて消え、新たな例が右端に入れられている。後者の例は、右端の位置は、溢れて消え、符号ビット1が左端にコピーされている。溢れたビットは、多くの場合キャリーフラグにセットされる。マルチプルシフトは、シングルシフトを繰り返したものと同じ結果になる。C C では他の言語でも左シフトと右シフトはコディチェ8とコディチェ9で表される。シフトする幅は引数として指定できる。注意事項も参照。この例では Y を2桁左に3述シフトした結果を X に格納する。1ビットの左3述シフトは2倍するのと同じである。1ビットの右3述シフトは値が皮膚であれば2で割って、 あまりを捨てるのと同じである。負の値を右に三述シフトした場合は、シフトして溢れたビットが1なら、複数シフトの場合は、溢れたビットの中に1がある場合には、結果に1を足せば、2または2のべきで割って、あまりを捨てるのと同じになる。論理シフトでは、右シフトの時も空いたビットを0にする。他は、三述シフトと同様である。したがって、論理シフトは、 符号なしの日チ数を扱うのに適していて、三術シフトは2の歩数表現の符号付き日チ数を扱うのに適している。もう一つのシフトとして循環シフトすなわちビットローテーションがある。これはビット列の左端と右端がつながっているように扱ってシフトするものである。シフト方向の端をあふれた桁は逆の端に置かれる。これは 存在するビットを残しておく必要があるとき、ビットの位置を変えるのに使われたりする。こちらは、ローテート操作の際に、キャリーフラグを挟んで、ビット列の左端と右端が繋がっているように、扱う。フラグに最上位ビットのコピーを入れておけば、算術シフトを、例を入れておけば、論理シフトをシミュレートできることから、PIC のようなマイクロコントローラでは、 ローテートとキャリー付きローテートだけを用意して、算術シフトや論理シフト命令は用意しないものもある。キャリー付き、ローテートは特にプロセッサのレジスタのビット幅より大きな数値のシフトを実現する場合に便利である。マシンは算術演算や論理演算をするのに十分な命令を持っているが、実際すべての演算はビット演算の組み合わせと何らかのゼロ判定機能が あれば実現できる。例えば、下記の例は2つの任意の整数 A と B の乗算をビットシフトと加算で実現する疑似コードである。ビットシフトに対して第2引数の値が負である場合、あるいは第1引数の型のビット数を超える場合の規定は言語によって異なる、あるいは言語によって規定されておらず、処理系定義や未定義や未規定であったりする。じは、ネットゲーム ジョバスクリプトなどでは、第1引数の型のビット数 -1 のビット単位、アンドのマスクを第2引数にかける。これは最低でも1ビットは値を残すための配慮である。以下に C の例を示す。C、C の ISO の仕様では、このような場合の結果は未定義となっている。GCC や v i s u a l C の実装においては、ウォーニングが出るが、蒸気と同じ結果を返す。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。